どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、今回なんですけれども、徳島県にあります手打ちうどんたのきゅうさんにやってまいりました。過去に世界一辛い唐辛子として、ギネス登録されたブートジョロキア、こちらの方を使用したうどんが楽しめるということで、今回やってまいりました。殺人うどんみたいなね、結構インパクトのある名前なんですけれども、一応ね、完食率はまあ5割ぐらいといった感じです。はい、まあ非常にこう多分ギリギリの、ね、辛さとうまみを味わえる、そんな感じかなと思います。それではいつものように行った人の感想を見ていきましょう。たのきゅうで殺人麻婆うどんを、久しぶりにヤバいやつだった、30分身動きできなかったよと。はい、まあ多分人によっては多分ね、こう辛さの感じ方も変わってきますんでね、まあ人によっては結構30分身動き取れないぐらいかなというぐらいの辛さなのかなと思います。はい、続いて2人目。あれなんだこれ、あ、見覚えあるな。超激辛ブートジョロキア氏を殺人カレーうどんにぶちかます、いただきやす。すごいね、こんなところまで足しげく通ってたということは、リーダーやりますねなんつって。はい、とりあえず中入っていきましょう。レッツゴー。メニュー表開きますと、さまざまな、まあ、うどん屋さんですね。激辛うどん屋さんではないので、普通の、辛くないうどんとか、あとカツ丼とかありますね。激辛マニア必見。現在は世界第3位の辛さ誇るブートジョロキアを使用ということで、危険度徳島ナンバーワンかもしれないと。はい、一応ね、このネーミングがえげつないですね。殺人うどんと。ということで、一応ね、殺人うどんにもその殺人麻婆うどんと殺人カレーうどんが、2種類あるんですけれども、まあ今回はですね、殺人麻婆うどん、の方に行きたいかなと思います。なんかこっちの方がちょっとおすすめだよと、いっぱい汗かけるよというおすすめいただいて、こっち行きましょう。いただきます。さあ、たのきゅうさんの殺人麻婆うどん、お手並み拝見する。こんにちは。さあ、よし、まずスープからいきましょう。いただきます。はいはいはい、あー、なるほどね。うん、確かにジョロキアの鋭い辛さ、バッと鋭い辛さですね。で、これ麻婆なんだね。で、若干ね、山椒のしびれも効いております。この麻婆が非常にこの麺に絡んできます。危険だわ、これ危険だね、確かに。ちょっとじゃあ、麺いきますね。あー、これ辛いんだけど、ジョロキアのパンチ力が半端ないさ、これ。これは辛いね、辛いね。もう熱くなってきた。やるね。辛いよ。でも俺は負けない。これ辛いね。これ名前負けしないですね。いや、これ辛い結構。レビューで30分動けなくなったっていうのも納得ですね、これ。確かに。しっかり美味しい。美味しいから。結構余裕かなと思ったんですけど、あら、
お腹に来る腹数。手打ちうどん玉久さんの殺人麻婆うどん辛さレベル10辛さレベル 8.5 でーす。過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたブードジュエティを使用しているうどんだけあってね、非常にもう辛さのパンチが効いておりました。量的に比較的、少なめだったんで、何だか食べれましたけども、これがね、2倍ぐらい、2倍に盛られてたりとかしたら一番あまりも苦しい戦いになったかなと思いますね、はい、これね、食べ終わった後ね、ここら辺、胃痛とかね、あんまね、すきっぱらでいくと本当に死ぬような感じになるからね、本当に危険な辛さです。この田中の殺人うどんに挑む時はですね、空腹で挑まない、そしてね、食前と食後に、乳製品の摂取、これをしてね、望むのがいいかなと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひこうチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またな。完食するとな、この完食認定っていうことで、はい、これをもらえるそうなんですけど。